はい、今日の一品です。今日は、晩ご飯で残ったお好み焼き、これを天ぷら粉を溶いてちょっととろっとしたぐらいがいいですかね。はい、これに衣をつけて、もう食べられる状態なのでさっと揚げるだけです。はい、これでサクッと完成です。残り物お好み焼きの天ぷら、もう塩コショウだけでソースもいりません。残り物美味しいですよ。お弁当にどうぞ。